勝利ポイントを獲得するのかですね。ダイナスティーなのか、この1ポイユンニトコーンなのか。1ポイント1ポイント、ワンレッグワンレッグがですね、最後の最後、これね、多分ね、効いてくると思うんですよ。これ独走僕ないと思ってるんですよ。どのチームももう本当に、競ってくると思うんですよね。そうなった時ですよね。さあ今ウォーミングアップ中ですね。そうですね。はい。おう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 。これ大阪同士なんでね、同じ店でやってもよかったんですけどね。はい。今回は違うお店なんですね。そうなんです。さあ、浅田選手からのミドル。はい、ミドルは今回ホームチームとしてユニコーンになってるので、はい、ユニコーンが全部先行先投げですね。します。どうだ？浅田選手の勝ちですかね。浅田選手の先行。さあ、いどうよいだ？よ始まります。さあ、浅田、山本、トリニダードを袖にね、した対決。果たしてどっちが勝つのか。さあ、そして山本伸びた。はい、やー、さすが。137取ってきました。リードしておきたいところですよね。そうで、でたすだ、よまあ、今、フね。ォークを捉えてしまったので、はい。ここの1出目、ね、スタートダッシュうまくできたので、このまはい。ま行きたいところですはね。い。さあ、でもしっかりとですね、縦ライン合わせた、さすが堅実なダーツの山本信弘ですね。微妙に絡んでこない感じですかね。そうですね。はい。なんか久々に浅田選手のね、投げてる動画を、しかもこのなんか割と横アングルで見てるんですけはい。ど、なんかちょっとユーミングの感じがちょっと変わったような、はい、だいぶ長くなりましたね。ね、印象はい。を受けますちょっね。と大きくなりましたね。さあ、そうです。でもなんかいつでもトリプル絡むぞっていうような雰囲気の、いそうつもで通りの浅田聖悟のダーツですよね。すね。ちょっとさっきからはい。触れようかと思ってタイミング逃したんですけど、はダイナスティさんはいはい。はい。今回のこのチーム専用のユニフォームなんですよね。そうなんですよね。はい、皆さんお揃いの。はい。お揃いでかっこいいですよね。目立つかっし。こいいですね。はい。はい。はい。ああ、さあ、来た。ああ、来た、ワンフォーティー、ナイステンパイですね。でも、186から、これをね、いい数字まで持っていけるといいですけどそうね。ですね、浅田選手はやっぱりクレイトンのように、こう下から打ってくる感じですよね。浅田選手ですか？はい。どちらかって言ったら、こう下から打ってくる感じですかね。ごめんなさい、下からっああ、ていうのは。下が三角形の 三角形の方からちょっとずつ上げてくる感じのダーツなんですかね。
あの飛ばし方の話ですかね。あの下っていうのはあの下の三角形チーズの部分ですよね。トリプルの内側から、はい、はい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 、あの20トリプルよりも下に、そうですそうです、つけて上から乗っけ、その上に乗っけていく、積んでいく感じですかね。そういう狙い方して、あ、ナイストライですね。そういう狙い方してますよね。そうですね。あのまあもっと言えば、もっと直接的にそのターゲットを狙って、そこに入れようという感じではないですかね。うわい、あー、取りました、見事。いや、浅田選手も徐々にこう合ってきた感がありましたね。そうですね、手探り状態から。やっぱりこの序盤がね、あのまあ本当に第一試合はあんなすごい始まり方してどうしたんだろうっていう感じでしたけど、まあ、やっぱりオンラインであの相手の顔見えないっていうところで、はい、まあ、若干の膠着状態が起こりうるとは思っていましたけれども。ああ、そうですよね、はい。ただまあね、あのオンラインサーキットとかもそうですけど、はい、あのもうお互いその自分の世界に入ってしまえば、あの結局いつも通りのダーツになる、どんどんね、あのペースが速くなっていくと思うので、まあ、そこをどれだけ早く自分がそういう風に入れるかっていうのが、今回の分かれ道なんじゃないかなと思います、ね。そうですよね。でも究極ダーツってそこじゃないですかね。やっぱりこう、自分一人で投げるっていうことを考えれば、そうですね、十分オンラインでも、はい、調整はできるってことですよね。ね、それがまあ特にこの時代求められてることですけど、だからまあやっぱりね、相手の顔とその実際にいる相手を見て、この野郎やってやるぞっていう感じが起こってくるっていうのもまた対戦の面白いところ。ああ、そうですね、もちろんもちろんもちろんそうなんですけど、でも結局自分との戦いっていうのがね、そうですね、はい、ダーツの究極を言えばそこですよね。はい、なんだこいつ嫌な顔してるなとか、そういう固定観念がなくな、ね、なかなかいかないからですね。た、うん、なんかね、170うまく作れましたけどね。さあ261残り、これは60からですね。さあ浅田選手もだいぶうまく合ってきましたね。いい感じになってきました、ね。さあ134残り、18からとか20からとか、20からじゃないですかね、はい、これも20からで、20の、あ、失敗したかな、これ19ですかね、134、そう、18から行く人と、はい、20から行く人と、あと17からもありますね、5151残にっていう、ああそうですね、やり方があるので、ありますよね、はい。僕は多分あの割と54に行って、はい、54トップトップ、あ、トップトップですね。もしくは18シングルで116になって、はい、あと19をフォーマークしたら40残りになるっていうのが僕は割と好きですね。あ、さあダブルに入っちゃいましたね。はい、そしてロックダブル、さあしっかり決めてきた。今ね、20からの残りを行こうとしましたね。はい、20から残にチョイスだったんですが、ダブルの方に入ってしまったので、6ダブルになった。そうですね、まあ、ただあの60あのトリプルに入るともうその時点でバーストですから、ダブルの下っていう風にちゃんと狙って打ったかなっていう風に思います。でも本当に面白いですよね、このスティールダーツのこの刺さる角度、これによって選手がみんな自分の特性を捉えて、ね、攻め方をいろいろ考えていくっていうのがまた面白いですよね、うんうんうん。で、そうなるように自分のこうスペックとかもね、いろいろ調整できるっていうのがこのスティールダーツの面白さ、素晴らしさだと思うんですけど、もうどこまでもやり込み要素ですからね。やり込み要素っていうんですね。樋口選手はやればやるほどこう、はい、まあ魅力が出てくるというか。樋口選手はどういう風な意識でこう自分のセッティング、スティールダーツに関してはセッティングっていうのを
考えてますか？自分は最近割とあの夜角がつくようになったので、はいはい、そうですね、40度ぐらいかな、水平から40度ぐらいの角度で刺さってるので、もうあのまあいわゆる本当さっき、まあ今山本選手もいい感じですけど、はいはい、そうですね、あれよりもまあもうちょいつくかなぐらい。そうですよね、山本選手で大体36、7度って感じですよね。そうですね。それもうちょっと立ってる感じですね。もう少し立つかなっていう感じですね。浅田選手がこれいやもうほぼ寝てますね。そうですよね、水平に近いですよね。あ、さあここはしっかりと下から上に。浅田選手もまあほぼ水平じゃないですかね。ちょっとカメラの角度があれですけど、そうですよね、水平に近いですよね。ほぼ水平に見えますね。なのでやっぱりこうダイレクトに狙うか、ちょっと下気味に狙う、そうですね、狙って合わせてくる。逆に上についちゃうと、ああでも上についても大丈夫なのかな。なんか浅田選手上についても案外しっかりとトリプル捉えてくるんですよね。そうですね。お、そ、今の感じですね。今上下挟まれてましたから、ね。そう、上下挟んでそこに入れるっていうのはやっぱりこれはスキルですよね、浅田選手。すごいですね。はい。ちょっとそれは真似しにくいところですね。そうですよね。さすがチャンピオン。さすがチャンピオン。こう読むかな。おお、ナイス。さあ107残りなので、これは19から行くんですかね。あ、20から。19からブルから行った。わあ、ね、インナー入りましたね。インナー入ったんですね。ええ。うん、今のはどうなんですか。アウターで残忍にしようと思ったんでしょうね。ああ、そういうことですね、はい、でも今の確実要素を狙うんならですよね、まあ、17からのトップですね。多分最初の107をブル行くっていうのがもう2本で75点取って残忍打つっていう頭だったと思うんですよ。そういう最初からのもうアレンジ入ってたんですね、自分の中で。ちょっとうますぎてインナー入っちゃったみたいな感じですね。でも基本17が今のはベストシナリオですよね。そうですね、1本目入ったんだったらそうです、そうですね。まあ107だったら、まあ、19から行く人が一番、まあ、多いは多いですね。いやー、さすがだ浅田誠吾ね、えびくともしない。浅田聖吾は割と残忍に寄せたがいい方だと思いますので。ああ、そうなんですね。はい。さあ、1対1、まあ、トップでも何でも入れますよって言うんですけどね、はい、1対1で迎えた大将戦ですけどね、はい、そうですね。まあここも今、ね、先行キープでプレッシャーかかる、ね、進行しますからね、はい。まあ、これを山本選手がちゃんと抑えるとこのまんまキープゲームで終盤戦熱い感じになるんじゃないですかね。ですね、これは楽しみな対戦ですね。楽しみな展開ですね。結局アレンジハイオフとかって、まあ、どこのダブルに持っていきたいかっていうので、はい、打ち始める場所が変わってくると思うんで、はい、だ僕みたいにトップ好きな人は107、16から行くこともありますね、はいはいはい。16から行って、はい、4819トップと、1651トップとの両方を見ていくっていう、まあそこまでありえますね、うん。まあ、だいぶマニアックな方だと思いますけど、あと逆に残忍にしたい人は18から行って89作るっていうのも手ですね。ああ、そうなん、そういうことですね、はい。まあでもまあ見てる方も多分こう、おお、ナイスナイスバーモーティー、見てる方もやっぱオーソドックスなね、アレンジから入りながら自分の得意ナンバーだとか、はい、自分のイメージするアレンジっていうのを覚えていくのもやっぱり今最初はいいですよね。うん、でまあ、自分のね、知っているそのアレンジ、自分だったらこうするっていうアレンジと違うところに行って、なんでだろうって考えたときに、はいはい、ああそういうことかって納得して、あ、これ今度やってみようっていうのが見つかればね、それを自分のものに取り入れていけばいいんじゃないですかね。
でも PDC のもアレンジガラッと変わってきたじゃないですか。はい、同じ高さで行くようになってきてますよね。あ、そういうのは結構多います。多いですね。最近は19、17とかですね。はい、うん、だから上下じゃなくて同じ高さで、アレンジするっていうのが今なんか主流なんですかね。さあ276、201ですね、はい、ここ浅田選手、ここをこれは上に詰められるか。18に行くね、やっぱり。163、あ、ブルいった、ブルいって。今の20は76ですね。これは60からですね。60からですね。これをしっかり仕留めたいですね。さあ16、どうするの。16トップか。16トップですね。はい、下、惜しい。惜しい。さあそして16と、きっちり。いや、さすがしっかり出してきますね。しっかり出してきました。これ山本選手プレッシャーにはならないか。これもう3本持ってるので、まあもうこれはもう自分が3本決めるだけの話なので。でもこれはうちです。うちですよね。ね。はい。さあ、一回頭を切り替えて。これはもったいない。今1本目のね、10ダブルがよっぽど感触良かったんでしょうね。ああ、それで、入ってないのみたいな感じになって、そこでちょっとリズムが崩れてしまいましたね。まあ、フィードダーツ、嘘つきませんからね。入ってないもの入ってない。さあ、そして、4ダブル。いやー、さすがだ。入りましたね。3-1。ブレイクして3-1ですね。さあ3-1でこれで浅田選手が先行のゲームとなりますので、これは有利になりましたね。浅田選手、浅田選手が有利になったっていうことはもう本当ユニコーンが、そうですね、ポイントを手に入れるっていうね。これ、この1試合に2ポイントかかってますからね。そうなんですよね。まあ、そういった意味じゃこの対照戦もプレッシャーかかりますよね。そうですね。ナイスカバー。あー、これはちょっと厳しいですね。ロースコアですね。こうできればね、もちろんブレイクバックしてなんとかつなぎたいところだったんですけどね、先行にちょっと悠々と投げられてしまうと厳しくなってくるかなと。逆に乗ってきますよね、この局面だと。相手が山本選手がロースコアをやってしまうと。そうですね、まあ、でリードしての先行で相手が追っかけてこないっていうと、これはまあだいぶ楽じゃないですか、展開的にですね。うわ、いい感じで入ってきた。そして、いや、いい音しましたね。いや、ナイスタッキング、今もう乗って、あの擦って乗った音しましたからね。ですよね。ナイスカバー、ナイスカバーですが、先行後攻アリーの100点差なので、これは厳しい展開、ね、さあ下から攻めてきた。クレイトン選手なんか綺麗に下からですよね、
三角形のね。そうですね。僕だとあそこの位置に1本目入っちゃうと、あ、もう19打った方がいいかな。そうなりますよね。はい。夜角が立つ選手はやっぱり下に入っちゃうとみんな19打ち替えですよね。そうですね。さあ、浅田選手146の子。19からですかね。19から行く。あ、上から行きましたね。で、126なので、あ、今度下行くんですね。19。うん、まあ、ここは、まあ、ちょっと、まあ、好き好きですかね。そうですね。はい、まあ、146は5757、あ、残忍っていう、あの、技もあるんで。146は多いですよね。そのパターンが多いですよね。はい、あの、なんとか転売ですね。はい。さあ、18残忍ですかね。はい。浅田選手は18鉄板です。うわー、いやー、強い。残忍が出れば。残忍が出ればっていう感じですね。強いですね。これで王手ですね。まあ、でも、はい、山本選手の先行、はい、6だけ目ですね。浅田選手王手をかけてますが、山本選手先行なんですけど、でもスティールダーズの面白さって、乗ってきたらブレイクブレイクブレイクってきますものね。そうですね、うん、まあ、ここからあの山本選手4つ取らなければいけないわけですけど、まあ、やっぱりその可能性も十分にあるんで、少し山本選手スタートが、まあ、あのソフトもそうなんですけどね、あのスタートが少し、良くない選手でもありますからね。乗ってくると手がつけられない山本信弘、うん、ちょっとこうなんかちょっと違う、納得してない、ね、違うなっていう感じが、ね、うん、何かが違う。いや、これだって180っちゃ180に見えますからね、こっから見たら。そうですね、まあ本当にで、もうギチギチに集まってるですよね、やつですかね。いやー、うわー、見事。こうなったらもう浅田聖吾手がつけられない。そうですね、多分もう一試合やりたいとか言い出すタイプですよ、浅田聖吾。いやー、なんとか。うわー、19、トリプル入ってる、トリプル。そして20ですか。いやー、さあ、そして20残2ですよね、定番の、はい、浅田聖吾の定番パターン、鉄板。そしてしっかり決める。いやー、浅田聖吾さすがですね。12ですか、最後。いやいや、あ、そうですね、3本目だった。いやー、さすがですね。あ、15じゃないよな。いやー、すごいですね、浅田聖吾。いやー、ちょっとインタビューはちょっと置きますか。いや、乗ってきましたね、浅田聖吾。いや、最後さすがですね。はい、な、本当に浅田聖吾っていうのは本当に乗ってきたらもう手がつけられなくなるっていうね。そうですね、はい、はい、あの PGC アジアツアーとか、はい、結構一緒にいたりとかするんですけど、もうその時も、はい、もうね、いや、もう勝ち方見せたるわみたいな感じでいくとめちゃくちゃ強いんですよ。勝ち方見せたるわみたいな感じで、うん、試合に臨むことが多いので、その瞬間を樋口選手知ってるんですね。勝ち方俺は見せたるわみたいな、やったるわみたいなのを、はい、なんかフィリピンの時かな、
とかに見ましたね。あのフィリピンで僕ダブルス組ましてもらって、あダブルスも組んだんですね。はいはい、はい、まあテンダーツダブルスでテンダーツ出たんです。負けたら大変な時もありますけどね、はい、いやそうですねいやただやっぱもうなんか、はい、良くも悪くもそのすごくもう乗ってる時がとにかく強すぎる選手なので、いや本当に覚醒力っていうんですかね、すごいですね。そうですね、もう乗っかってると、はい、もうね、106、いやこのぐらいは僕上がりますんで任しといてくださいって言って本当に上がってくる。ああそうですよね、そういうところあるんで、ね、最後はなんか行ったれっていう感じの12ダーツでしたね、うん、やっぱりこう本当に気持ちが入った時はもう本当にもう誰も手がつけられないというかね、アンタッチャブルの世界に入りますからね、浅田聖子は。アンタッチャブルですね、はい、さあこの後は選手インタビュー来ますか。え、あちょっといないんですね。あちょっと多分お手洗いに、はい、いやちょっとじゃあ今のゲームのおさらいですけど、あとゲームスタッツ見られますか。あもう出し、あ選手と一緒に出しますか。いや確か95ぐらい打ってましたよね、浅田選手も。そうですね、なんか最初のうちがいまいちピントは合ってないかなみたいな感じではあったんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあそこそこのペースでいって、最後にガツンとっていう感じで、95も ありました。あちょっと待ってください、ちょっと、もうちょっとしたら用意できますんで、インタビューの時に同時に出すのかな。なかなかですね、本当にほら僕パーフェクトやってるじゃないですか、パーフェクト放送とか、はい、すごい楽なんですよ。ところがこれラインが重んでるんで、こうものすごく難しいです。あ、そうですね、はい、ズームで画面が渋滞してます、はい、あおめでとうございます。見事お勝利、そしてユニコーンの勝利を導いた浅田聖吾選手、おめでとうございます。ありがとうございます。最初ナイスダーツでした。最初出だし少し悪かったんですけど、なんか吹っ切れた感じで乗ってきましたね。いや、やっぱり緊張しました。あ、緊張、プレッシャーでかなりかかってました。初めてのこのオンラインのリーグもその看板を背負うってのもあり、めちゃくちゃ緊張しました。わかりますね。いやしかし PDC クラスのアベレージですよ、 94.92。 素晴らしいですね。すごい、96出したからですね、ちょっと緊張しました。あそうですね、でしかもダブルのチェックアウトすごいですね、 55% じゃないですか、で12ダーツというね、いやお見事ですね、だいぶ仕上げてるじゃないですか。いや最近ですね、はい、いろんな YouTube でゲーム配信とかもやってるので、はい、ダーツの方もちゃんとやってるよっていうのを見せたくて頑張りました。いやいや、ちゃんとやってますよ。はい。昨日僕に負けましたけどね。そうですね。いやいや、まあ、昨日は遊んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。いやでも本当にどうですか、このフィードオンラインプレミアムリーグ、今日開幕したんですけど、どんなイメージでした、今日。ふわふわした感じではあったんですけど、はい、最近ちょっとこういう緊張感のあることがなかったので、はい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 、この緊張感はすごい選手としては本当にありがたい経験になると思います。あやっぱドキドキしてたんですか。ドキドキ、ドキドキしました。今日は樋口選手もね、解説来てくれたんですよ。はい、お久しぶりです。樋口です。お疲れ様です。樋口選手、さすがの12ダーツでしたね、はい、最後が。いや、でも樋口さんと社長が、はい、うちのお店の横のモニターでずっと喋ってるのを見ないようにしてました。ああ、そうなんですね。緊張しますんで。ああ、ドキドキしてたんですね。ドキドキ。いやでも本当にほらしばらく試合もずっとできてない状態で、僕もね、はい、すごい不安で、
逆に、はい、視聴者もたくさん見てらっしゃる中でね、はい、きちんとしたダーツ多分最初は厳しいだろうなとか思ってたんですよ、はい、でもですねオープニングでですねその不安をねエドワード君と鈴木選手がですね、はい、もう取っ払ってくれて、もうそれからちょっと安心しました。はい、視聴者の人も1000すごい数が見てくれてて、すごいですね。あ、オンラインでそんなに見てくれてるんですね。はあ、1500人とかすごいすごいですよね。いや、緊張した。まあ映像もねなかなか綺麗じゃないのでオンラインなので。これ自前でやってるもんなの、まあ自前っていうかなかなかオンラインでこういうことって難しいもので、だからそんなに見ていただけてるとは思いもしませんでした。いやいや、もう皆さんありがとうございます。いや本当に見事にですね、はい、ユニコーンが幸先がいいですね、一勝あげました、はいはい、でたくさんのねファンも見てらっしゃいます、浅田選手、じゃあ最後に一言よろしくお願いします。選手のバレル、佐藤佳純選手のバレル、僕もそうですけど、絶賛発売中ですのでチームユニコーンこれからも応援よろしくお願いします。皆さん応援ありがとうございました。いやー見事に素晴らしいアベレージ、そしてユニコーンの勝利を決めた浅田選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。やったよー。お疲れ様でした。はい、いやー